こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、炊きたてお米さん、ありがとうございます。美味しそうだね。小ネタ、スプラの姫って後ろゲソ見せてくれません。奥友です。なるほどなるほど、姫ちゃんの後ろゲソね、見てえな。オッケー、調べてみよう。はい、ゲソ後ろですね。この頭の後ろにこんな感じでゲソがあるんですけど、こうしてね、こうちょん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 ってなっとったりとか、ちょこちょこってなっとったりとか、で、このショートヘアの時に、姫ちゃんショートヘアじゃん。こういう感じの後ろでチュクチュクチュクってなっとるはずなんですよ。それが見れないっていう。なるほど。ちょっと見てみるか。あそこにおるやん。ちょうど真横か。こっちから見えねえな。ぐるぬ。あ、なんかちょっと、真後ろは向かんよね。これ気づくかな？ここじゃ気づかんか。ここで、おっすーってなって。なんか、この、1、2、この、ギリ見えんな。そうね。確か、ニュースの時も、後ろ向く動作はしないんですよね。ふん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 。そうか。あと、ひめちゃん、ムービーとかで出てくるって言ったら、奥とか。奥と言ってみよう。いや、ダメだ。ダメだ、ダメだ。奥とのひめちゃんは、ちょっとこのエンディングちょっと見てみましょう。ほら、真後ろから見えるんですけど、奥とのひめちゃん、フードかぶっとんですよね。あー、なるほどね。で、飯田さんはもう、ゲソ見える。ゲソ見放題なんですけど、姫ちゃん、そっかー、なるほどね。うわー、これは何なんだ？後ろ姿が見たくなってくるぞ。ダメね。これ確かね、奥との時はずっとこの格好なんで、まーって打つ時とかも見えんはず。あとは、あれだな。アミーボのところと、あとね、塩化ライブ。ハイカライブか。ハイカライブの、僕、ブルーレイを手に入れたんで、それの時にくるってなっとったりしたら、見えるのかなって思うんで、ちょっとそれも調査してみましょう。OK？ 多分ね、ハイカライブは、YouTube で見れるのかな？だと思うんで、まぁ、ちょっと、映像をそのまま流すわけにはいかないんで、写真撮ってね。もう後ろ姿があったらそれでお見せするんで。みんなで、姫ちゃんの後ろゲソ見ようぜ。じゃじゃ、あ、見えた。あ、待って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 。いけるぞ。いけるいける。今、読み込むとき見えた、絶対。何やってんだ、俺は。待って待って待って。ほら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 。オッケーオッケー。ちょっとこれ後でスローにしよう。で、
至福の姫ちゃんはさっきみたいにフードかぶってるんで、これあんまり後ろまでいかんのんですよね。いかねえな、姫ちゃんのポーズによっては。これでこっちから見たら、いやー、うまいこと隠してあるわ。サブアールちょっとどいてくんねえから、サブアール姫ちゃんに会ってご機嫌なのはわかるんだけど、いやー、あ、そうか、フェスの時にあのステージで踊るじゃん、あん時も多分後ろ向くはずなんよね。うわー、もうフェスないけわからんけどさ、多分そことかさっきのアミーボの召喚の時とかに見るしかないんじゃないかね。うわー、いやでもさっきのアミーボのとこは絶対見えてるはず。オッケー。ちょっとハイカライブのやつは、じゃあ、いいか。おのおの確認してください。めめで。多分ね、YouTube にあるはずなんで、そこでちょっと見ましょう。オッケー？今日誕生日。お、おめでとう。かっこ13歳。イカスしとこう。おめでとう。オッケー。なんで、姫ちゃんのゲソがしっかり見たい方は、あれだな。オクトチューンの、ね、ブルーレイがついてるやつを買ってください。そしたらハイカライブのブルーレイがあって、それで見れるんでね。オッケー。あのライブ結構良かったよ。オッケー。じゃじゃん。加藤さん、ありがとうございます。アラさん、小ネタです。ロビーの上に巻きついているオホデンチナマズをよく見ると、顔が傷だらけです。もし紹介してたす。あ、リターンズでお願いします。オッケー。これはやったことないんで、噂調査団オリジンズでやりましょう。やつに傷が、どれどれ、あ、見えねえな。もうちょっと離れんじゃないか。あ、なんかあるね。おだこの方にね。なんかあるぞ。あれは、あ、なんか傷なんかね、これね。テカリのようにも見えるが、傷かな？なんかこっちになんかあるんかね、それらしき。ないね。傷か。変なところに傷があるね。どこ行った？あ、とっ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 と。でっかいね。よく見たらね。こんなでかいんじゃね。怖っ。もうこう、でっかいの怖いんですよね。でっかい建物とか、真下から見上げたら、ふらふらってせん。そんな感じ。この目がやばいね。死んだ魚の目を。生きとるのに死んだ魚の目をしてるな。で、この電気で、ハイカラスクエアを持ってんのかな？たまに飛び寄るよね。カラカラコロコロカラカラコロ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 カラカラカラコロコロコロ飛行機。みたいな感じでね。けあの傷は何でできたんだ。オホデンチナマズか。まあ、地震とかもナマズって起こすよね。確か。でけそれでどっかにガーンってぶつかったんかね。オーケー。林さん、ありがとうございます。これ、林さんでいいんかな。林さん、ありがとうございます。アラさん、知っていたらすいません。シンプルな小ネタです。マルチミサイルを発射するときに出るあの弾のようなものは、なんと私たちがよく目にしているペットボトルなんです。調査してくれたらとても嬉しいです。OK、じゃあ、スローで見せましょう。まあ、これもリターンズ扱いですね。やったことはあるんですけれども、実はね、そのペットボトルと、あの発射台あるじゃん。担いどるときの。あれも、実はね、飲み物にまつわる。飲み物に入れるケースにまつわるやつなんで、見ていきましょう。これね。で、あれですね。あ、なんか、あれだな。濃いな。よし、じゃあそこいつに10発ロックオンして、見に行く。早い。ちょっとスローで行こう。で、発射台が多分ね、なんか、ビールとか運ぶときのケースに見えるんですよね、僕にはね。
ちょっとその辺もゆっくり見たいんですけど、あれはゆっくり見るところがあるな。はい、ヒーローモードのエリア1にはですね、ここの終盤にマルチミサイルが置いてあります。よいしょ、ここですね。ここにマルチミサイルがあって、このマルチミサイルね、バージョンアップが入る前のやつなんで、めちゃめちゃ遅いんですよ。発射スピードがね。尋常じゃないぐらい遅いんで。5匹入れたらもう、3分ぐらいかかるんじゃないかっていうぐらいやってるんで、こうやって、ほら、見る。ね、ケースっぽくないですか？ビールとか入れる。瓶ビールとか入ってるね。多分そんな感じかなと思います。オーケー！じゃじゃん。ゆうきさん、ありがとうございます。アルさんの動画を見ていると笑ってしまうのですが、これは魔法ではないですよね。嬉しいこと言ってくれるんじゃないか。ね、あくびしてる姉さん。魔法だったらいいよな。魔法でみんなを笑わせれたらね。そんな素敵なことはないよ。ありがとうございます。ちょっと、これからもね、頑張っていくんで。その笑顔、大さんのように、頑張っていきましょう。ジャイロオフ・オクト！さあ、ジャイロオフ・オクトとは、ジャイロをオフにしてオクトをするという企画でございます。ここだな。甘くはないぞ。これね、順番にやってる。甘くはないぞ。ヨーグルト、キノコ、液。敵全員倒せ。いいだろう。敵全員倒すぞ。うわ、なんか、ここね。はい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 。立体で行こう。ここも結構難しかったイメージが、てんこ盛り。1000円。よいしょー。ちょっと待ってね。危ない危ない。不正するところだった。これまだセーフね。敵を倒してないんでセーフです。ジャイロオフにしました。ここはでも、近い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 。なんでなんでなんで。びっくりした。あんな近いとこに。やばい。あー、待て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 。あいつ、強えよな。オッケー。よしよし。で、他に誰か。よしよしよし。ここ隠れながら撃つステージなんですけどが、撃てないね。よし。誰か当たるかな。オッケー。奴らを、誰かを倒さんと、当たるのか？当たんねえのか？当たる！オッケー！さすがにいった！やばいやばいやばい。うっそだろ？うわぁ！輪に当たった！なるほどね。あそこ、いいじゃん。あそこで、一人でもあいつを倒すときは、あれ、スナイパーとかね。こっちから行ってみるか、今度はね。OK。で、そこ行けるか？よし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 。真正面からすぎるな。でも真正面から行かんと、勝ち目はない。当たって砕けるの精神でいこう。OK。ちょっとね、なんて言うんですか？ほら！ OK。肉を切らして、骨を正して、肉も切らせて。俺は死にそうじゃん、これ。大丈夫大丈夫。そう、守ってくれて。うーわ、うーわ、
うわ、むずいじゃないか。慎重に行くことが求められるステージで、慎重ではない僕の性格。いいや、タウ？タウねえな。敵を一人ずつのしていこう。よし、それだ、このステージの。オッケーオッケー。あいつらの攻撃はタウということは、俺の攻撃もタウということ。よし、肉切らせよう、骨を断とう。なんか来たな、ちびっこが。オッケー、ちびっこやる。お、あんなとこにもいんのか。あれはさすがにたまんか。いや、立ってんな、あいつ。誰の攻撃当たった？誰の攻撃当たった？あいつの攻撃当たるんか。ってことは、やっぱり俺の攻撃も当たるってことだから、ギリで、やめろよ。よし。どこにいるんだ？あそこね。多分ギリで範囲入るはず。なんか、入んね。なんであいつのだけ当たるんだ？スコープか？スコープ付きなのか？よし。オッケー。これ、いけるんじゃないか？よし。あいつが見てないときに、こう塗り替えず。あー、見られた。よし。はい、こっちだよってやっておいて。よし。これで、あいつが興味を失うのを待ち。これ、タウトな。ほら、あいつの攻撃はタウってことは、俺の攻撃だってタウはずなんだけど。タワねえんだよ。オッケー！一人ずつ消えていく恐怖はどうだい？怖いだろう？あそこにもいいんだ。こう当たるね。オッケーオッケー。どうだい？怖いだろう？そしてここは誰もいなくなったと見せかけて、やつがいる。骨を切らせて、骨を切らせて、骨を切らせない。オッケー。で、あ、ここパーンってやれば、一気に奴ら死ぬのか。あれ、登れねえな。こっからどうすんだい？あそこに無理やり突っ込むわけにはいかねえ。あっちか。よし。オッケー。あそこ耐えばな。うお、なんか、ちびっこ。うわ、ちびっこ。あ、待て、これはやばい、これはやばい。ここで死ぬわけにはいかん。結構いい。今回結構いいぞ。くそ、あの、そうなんだね。ちびっこがいて、あそこはたまねえな。あいつ、俺より射程が長い。そんなことがあっていいのか。イカ取ろう、イカ取ろう。よしよし。何。はい。オッケーオッケー。あそこ行けるな。よし。いや。当たるんかい、当たるんかい。当たるんかい。見に来た、ちびっこが。くそ、ち
びっこ。あー、ミスた。上だな。チャン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 。疲れたところを狙ってラナキャリン。オッケー。やばい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 。よし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 。オッケー。よっしゃ。一人ずつね、一人ずつ確実にやっていこう。いいぞ。あそこにもいるな。キュッ。いいぞいいぞ。狙われてる、狙われてる。よしよしよし。ここはやばい。オッケー。バレた。バレてそう。オッケー。よし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 。いいぞ、いいぞ。オッケー。ちっちゃい見張りだな。よしよし。あいつは届く、たうか。たわねえの。あ、たった、オッケー。へへ、おれ。よっしゃりー。あそこだな。あそこから登れるな。よし。これそろそろ攻めれるぞ。敵の牙城に。風穴開けてやったわ。ここ塗るの忘れずにね。よし。よし。あれ、おらん。壊滅？もしかしてもう、壊滅させてた。あれ？自分なんかでやっちゃいました？ちびっこめ、オッケー。上からドフン！オッケー！あ、これ敵全部倒せか。おっしゃー、楽しかったここ。オーケー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。